よし、どうも、さくやです。今回は、この2つの会議をやろうかなと思うんですけど、まずね、まあ、前回の動画でも言いましたけど、まあ、5月の2日に、まあ、追加ダウンロードと、追加 DLC とね、まあ、無料のアップデートで、対人戦が、追加されるんですけど、他にもいろいろ、まあ、今日27かな、まあ、情報、ファミ通の方で出てたんですけど、あのね、姿写しで、女性キャラクターが解禁ということで、すげえ楽しみですね。もうおかつも使えるし、あと服とか、あとね、主戦度の、ね、トメとかもいるので、あと銀杖とかもね、追加されるみたいなので、すごい、まあ、楽しみなところですね。で、あとな、東北系なんかね、ちょっとあったんだけど、なんだったかな。まあ、伊達、なんだっけな、この、伊達重さね。なんていうのもいるんですけど、この声優がね、中田ジョージですね。まあ、中田ジョージといえば、まあ、白猫プロジェクトというところのハーベイなんですけど、まあ、なんだろうね、白猫やってない人にはちょっとわからないかなっていう話なんですけど、まあね、ちょっと動画上げたりするので、まあ、そこもね、ちらちらと見てくれればなぁなんて思ったりしてるんですけど、あとね、ボス的なのかな、あの、生ハゲとか、そういうのも、いるようですね。楽しみだね、ほんと。ただね、その、伊達政宗自体は、なんかね、二刀流の感じの敵みたいですね。ちゃちゃっとこう、見た感じだと。特に六刀流とかではないですね、普通に。まあ、カプコンじゃないので。ちなみにね、DLC、東北の竜単体で買う場合は、税込み1404円か。シーズンパスだと今ね、ゴールデンウィークの 10% 割引みたいなね、クーポン出てるんで、3240円の 10% 引きで買えるのでね、まあ、3000円切りますんで、まあね、ぜひね、DLC 買って遊んでみてもね、いいんじゃないかなと思います。ということで、2つの影、始めてまいります。あ、間違えた。間違えた。はい、ということで、あれ間違ってたんですね。スキルセット。もうこれでいけるでしょ。本気で来なさい。よいしょ。よいしょ。あれ、居合は入っていないのか。よいしょ。この程度の怪我、どうせもない。よいしょ。来ましたね。危ない危ない。で、ここで、まあ、チドンフやってもいいかな。からの、ミルチさん、すかしてんじゃないっすよ。シュラフからの、ドン。あ、なんかインストールした。ちょっと待って。何アップデートした。ちょっと待って待って。めっちゃ使うの間違えてんだけど、届く届きませんね。終了。めっちゃあれですよね、ゴリ押し系で行ったんですけど、とりあえずまあクリアしたからいいよね。まあ今回のメインはあれです、アップデートの告知みたいなもんなんでね。やっぱり強いわね。とりあえずおかつを早く、いや使いたいよな。姿落としこれ絶対これでしょ。もうケリーバイバイだよ。ケリーバイバイ。でも多分伊達とかもね、あとね、姿落としは来るんじゃないかなと思うんですけど。はい、そんな感じで、2つの影クリアでございます。まあ、最初にちょっと武器のスキルセット、ちょっと遊び半分ね、動画撮ろうとしてた時のね、無双剣をね、セットして遊んでたんで、そのままにしてたっていうのがちょっと、なんなんですけど、ていうかさ、報酬、あんじゃん、マガタマ。マガタマ来てんじゃん。これ確定報酬だったのかな？ちょっと、見てなかったからわかんないんだけど。ということで、
まあ一応その新情報的なやつかね、まあ公式にも上がってるんですけどね、画像が何本か何枚かね、気になる人はリンク貼っておくので、見てもいいかなと思います。ということでご視聴ありがとうございました。それでは次回もお楽しみに。それじゃあまたな。今日も見てくれてありがとうな。動画がええなって思ってくれたらチャンネル登録ほんまよろしくな。俺にやってほしい企画があったらどしどしコメント欄で言ってほしい。みんな人生楽しもうぜ。